どうも、私です。こんばんは。こんにちは。ちょっと風邪をひいておりましたが、だいぶ体調は戻ってきました。まだ声が若干変ですけど、いきます。はい、レッドドラゴン。シックスイベでございますな。ガチャは引いてないんです。結局、ガチャ引きたいと言ってたんですが、引かずにここまで来てます。で、行きましょう。ここは、そんなに難しくないと思います。ガチな感じで行きます。ちょっと待って。プロテガじゃなくてシェルガにしておこう。はい。殴り倒します。さあ行きますか。そんなにまあパーティーにこだわりはないんですけど、セリスを連れてきたって感じですね。レベルが、やっとそこそこ上がってきたので、やっと使える。まあ、数少ない専用モッチでございます。さあ、行こう。あ、間違った。あ、間違った。早速間違えている。ブリザガ剣を持ってくるのを忘れました。片方ドレイン剣になってる。まあいいや。先ほど、あれを解除しました。星5のフラグメント。あれ、全然もらえないんで、まあこのセリスに使っちゃったら全部なくなってしまったんですけど、まあ魔法剣のキャラあんまり実は有用なやつがいないんで、ルーネスぐらいなんで、ルーネスはあれ使えないんでちょうどよかったです。セリスを魔法剣キャラとして使っていきます。すごい相性いいですもんね。おっと、危ない。相性がめちゃくちゃいいんですよ。この上昇で回復できるんで、カインと一緒で、アビリティの回数があんまり関係ないんですよね。なくても十分戦えるというか。使い切っちゃいますけど、相手が魔法使いだったら、そのうち吸収できるんで、ほったらかしで大丈夫です。きれいです。ていうか、まあ、ここはさすがにもう、楽勝の部類になってきましたか。ピンチになることはもうなさそうやな。よいしょ。フレンドの鉄壁をいつも借りるんですけど、1回分で済むようになってきたんですよね。ここら辺が。今日ぐらいだと。ドン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 。さあ、誰か必殺いけますか？おそらくリノアがもうバーストに入れる？よし、いける。はい。切ってく。早いなぁ。すげえ早い。溶けてく。すごく早い。カウンター引き裂く。もう一度来るか？おいや。来ない。全然楽勝やんか。多分これではまだ倒せないと思います。意外とこれしょぼいんですよね、この、バーストのスタートの攻撃はそうでもないんですよね。うん、しょっぱいね。しかもまあ、まといじゃないですし、あいつに関しては。まとう感じの方よりかは弱いんですけど、結構でもリノアのバースト好きで、演出が早いんですよ。バービーが、トゥン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 みたいな、もうすごい早いんで、もっさりしなくていいんですよね。って言ってる間に終わりました。吸収して打とうと思ってたのに、吸収することすらなく、溶けていきましたね。よし、OK。うん、まあ。まあまあまあ、まあまあまあ。まあ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 。これは勝てて当たり前。ここは勝てて当たり前です。はい。よし、OK。では次行きたいと思います。今日プラス。次の動画もよかったら見てください。では見ていただいてありがとうございました。